アマハタダム、アメハタダム、どっちなんでしょうか。まあ、ということで来てみたんですけど、ここは日本系金属の持ってるダムらしいです。作業をやってますね。そこから流れてるということは、こちらが湖側なんですけど、水はほとんど溜まってませんね。アーチ型なんですね。立ち入り禁止の場所がほとんどだと思いますので、まあ、見れる場所って言ったらここら辺なんですかね。下流側はどうなんでしょう。軽金属のアメハタダムでした。はい、近く車で通ったら何やらダムっぽいのが見えたんで来てみました。何かなんでしょうか。
はい、これは何ですか。武田信玄公の治水事業想定図。将棋頭っていうんですかね。で、それはどこにあるんですかね。あ、これ？石が積まれています。これなんですかね。てか、ここ入っていいのかな。石登ってみよう。これが武田信玄が行った治水工事の一つなんでしょうか。こっちには田んぼが。
ところでしょうか。ちなみに駐車場みたいなのがなかったような気がします。ただトイレありますね。まあ見るべきところはこんなもんなんで、そこら辺に止めていただければいいんじゃないかと